共に民主党は1日、裁判所がチュミエ法務部長官のユンソンによる検察総長への職務停止命令の効力中止を決定すると戸惑いをそうとしていた。法務部監察委員会が満場一致で遺送庁に対する懲戒請求と職務排除措置、捜査依頼が全て不適切だと議決したのに続き、裁判所までも事実上遺送庁の手を掲げたためだ。 遺送庁を懲戒するかどうかやそのレベルを決める検事懲戒委員会まで2日から4日へと延ばされると、共に民主党はまず世論の行方を中止する考えだ。当分の間、野党の構成も以前より一層強化される見通しだ。民主党の公式発表は、裁判所の仮処分申請が任広しされた1時間30分後に出た。 裁判所の決定30分後に記者会見を開いた地方四国民の力院内代表と、1時間後に公式発表を出した正義党と対照的な姿だ。新四で共に民主党報道官はこの日、取材陣に送ったメッセージで遺送庁の仮処分申請に対する裁判所の決定は、遺送庁に対する懲戒自由が適正かどうかを判断したものではないと市懲戒委員会の判断を待つと述べた。 裁判所が処分の違法的まで判断するのは適切でないと明らかにした点を浮き彫りにしたのだ。保養報道官はニュース1との通話で懲戒自由について判断をしたのではなく、職務排除状態が伸び続ける可能性があるため、一旦職務に復帰して他の業務をしろとということとし総長が無罪というわけではないと強調した。これに先立ち、この日の法務部監察委員会では議決の知らせにも、 指導部は特に反応を示さなかった。キムテニョンともに民主党院内代表は記者たちにニュースを見ていないと答え、チェインホともに民主党主席報道官は法的拘束力がないのではないかと市長会議でしっかり判断すると言葉を控えた。これまで遺送庁を激しく批判してきた指導部や辞任まで取り上げた議員らは、この日の裁判所の決定による波紋を考慮して、メッセージの推移調整に乗り出す予定だ。 数ヶ月間、州長官と伊藤長との葛藤で溜まってきた疲労感が逆風として作用しかねないという判断からだ。稲城ょんともに民主党代表は、2日の最高委員会議で、検察改革は継続すべきだという言論的な水準の考えを明らかにするものとみられる。伊藤長と検察を強く批判してきた法制司法委員会委員のキムヨン民議員は Facebook に紆予曲折があっても、 結局は国民が勝利する都市検事も総長も間違えれば処罰を受け、懲戒を受けるのが当然で正義らしいことなのに、それを苦労して見せていると文章を載せた。与党の一部では、州長官が高位公職者犯罪捜査ところの発足を機に辞任するか、大統領が葛藤の解決に乗り出すべきだという主張も出ているだけに、退路に対する苦心が深まるものとみられる。